かつてドラゴンの一族が治めし伝説の聖地イシュバーン。だがその栄華を今に伝える者は何一つ残ってはいない。時を遡ること数千年、イシュバーンの地はドラゴンの一族と人間、そして生きとし生けるもの全てが理解し合い共存し合う楽園であった。しかし幸福で平穏な日々は長くは続かなかった。聖地イシュバーンに何者かが呪いをかけたのである。その呪いは大地を覆い、彼の地の支配者たるドラゴンたちを次々に死へと陥れた。かくて呪われしイシュバーンを逃れたドラゴンたちは次元の壁を越えドラゴン小国へと移り住むこととなった。イシュバーンの地の地底深くに潜り、そこで生き延びようとしたドラゴンたちもいたが、呪いから逃れることができずにその大半が死に絶えていった。そして時は流れ、ここより伝説は始まる。ある日、ドラゴン小国の海辺に難破船が打ち上げられた。その船は次元を隔てた彼方の国、かのイシュバーンのものだったのである。難破船の生存者である人間の少女はドラゴンたちにより助けられた。子供の滅多に生まれないドラゴン一族にとっては、たとえ人間の子供であってもその大切さは変わるものではない。かくてその少女はタムリンと名付けられ、ドラゴンと共に暮らすこととなった。ただ一人の幼なじみブルードラゴンのアトルシャンと共に。そして少女とドラゴンの夢のような時間が駆け抜けていった。12年前、私はここの海辺に流れ着いたのね。どうしたんだタムリン。あ、アトルシャン。さっき白龍のおじいさんに呼ばれただろ。ええ、私イシュバーンに帰ることにしたわ。なんだって、白龍のじいさんがそうしろって言ったのか。違うのよアトルちゃん、長老様に言われるまでもなく、もうずっと前から決めていたことなの。いつかはイシュバーンに、人間の世界に帰らなくっちゃって。俺たちずっと仲良くやってきたのに。ごめんなさい。でも私は人間。人間は人間と共に暮らすべきなのよ。それに私のことを知ってる人に会えるかもしれないし、
タムリンがそう言うならもう止めはしない。タムリン、これを角笛にして持っていくんだ。もし俺の力が必要だと思ったらこの笛を吹くんだ。君がたとえどこにいても必ず俺は駆けつける。ありがとう、アトルちゃん。タムリンの旅立ったかつての聖地イシュバーン。だがそこには昔の楽園の面影は残っていなかった。忌まわしき呪いによりイシュバーンを追われたドラゴン一族亡き後、どこからともなく現れた魔族の軍勢によって破壊と殺戮が繰り広げられていたのである。イシュバーン唯一の王国エルバードは魔族の軍勢と必死に応戦し続けていたが、戦いはいつ果てるとも知れなかった。タムリンがイシュバーンに戻ってから3年の月日が流れた。15年もの長きにわたり魔族の軍勢に抵抗を続けてきたエルバード軍であったが、魔軍の名将軍オストラ君率いる精鋭部隊により重要な拠点であるドゥル・グワント城を奪われ、その戦力の大半を失ってしまったのである。エルバード軍の最後の頼みの綱は将軍サダ率いる親衛部隊。彼らが敗れてしまえばもはやエルバードを守る者は誰もいない。そしてエルバード城が魔軍の手に落ちれば、イシュバーンは完全に魔王の支配下に置かれ漆黒の闇に覆われてしまうであろう。私も戦わなければ。そうよ、今こそこの角笛を吹く時が来たんだわ。アトールちゃん、私に力を貸して。